まるで成長しない FF5、おまけパート、始まるよ。おまけパートでは、本編で攻略上戦う必要がなかった12体のボスたちと戦っていきます。まずは第2世界、エクスデスと戦う直前のデータをロードし、ギルガメに挑みます。バル城北東のギルの洞窟へ。ギルガメは第2世界でのみ戦えるとても強い亀です。落ちているお金を猫ばばしていると容赦なく襲いかかってくるので、帰り討ちにしてやりましょう。まずは、初手の戦うを回避できるようお祈りします。OK。カウンター行動の対策として、矢沢が守りを選択してから攻撃を開始します。ギルガメはアンデッドなので、金融詩人のレクイエムが効きます。レクイエムは魔法防御、シェルを無視し、さらにスリップ効果もあるので、戦闘開始からシェル状態でありスリップも効くギルガメには特に効果的です。おかげでレベル1のキャラでも450ぐらいのダメージを与えられます。なお、同じアンデッドでもこいつはモーグリを襲っていたがバリューとは違い、ボスクラブを持っているので、例の方法では倒せません。残念。さて、敵の攻撃は物理攻撃のみですが、カウンターの亀の甲羅に付随する核状態異常が厄介です。本攻略では、物理ダメージにはカバン&守り、毒、暗闇、混乱、老化には、ボーンメール、麻痺は、返事のコテで対策しています。しかし、スリップに関しては対策方法がなく、HP が減ってきたら、矢沢を回復するしかありません。以前説明したように、スクリマ版では、スリップダメージの HP 減少スピードが遅くなっているので、この方法でも、かなり安定して戦うことができます。ということで、矢沢の残り HP に注意しながら、戦っていきましょう。加速。なお、矢沢はボーンメールにより、アンデッドと化しているため、うっかりポーションで回復すると、ガラフのように昇天してしまいます。では、どのように回復するのかというと、ファリスのグリザラを矢沢に使います。矢沢にはアイスシールドを装備させておいたので、氷属性を吸収できます。この方法であれば、アンデッド化していても回復することが可能です。アイスシールドは回避のためだけでなく、回復のためにも装備していたんですね。再び加速。ギルガメの HP は第2世界のエクスデスと同じく 32,768 あるので時間がかかります。ファイナルアタックで自身を使用しますが、レビテトで対策済みなので、初に終わります。テイク数は1回。なお、この後もお金を拾い続けるとまた出現します。欲を出すのはほどほどにしましょう。第2世界の戦いは以上なので、次からはラスボスを倒した後のクリアデータで進めていきます。クリアデータをロードすると、第3世界のプールの村の外から再開となり、所持アイテムやギルはラストバトルに挑む前の状態に戻っています。しかし、例のごとく、このシステムにも穴があり、穴を突くことで、ラストバトルで盗めるラグナロクやワンダーワンドなどを増殖することが可能です。気になる方は、ラグナロク増殖でググってみましょう。ここからは、第3世界のボスを攻略していきます。まずはジャコールの洞窟を抜けて、バル城の地下へ。ここには、召喚獣オーディンがいます。オーディンはとても忙しいので、戦闘時間は1分だけです。マサムネの効果で先制した矢沢が、レナにヘイストをかけます。オーディンは FF4 での雷弱点を今作では無事に克服していますが、石化耐性がなくなってしまったので、ファリスはブレイク剣を使用。さらに、ストック耐性もないので、久々に愛の歌を決めましょう。あとは、2ターン目の斬鉄剣が来る前に、ファリスの攻撃が当たれば勝利です。OK。なお、今作で石化するイメージがついてしまったためか、自作でも石化させられてしまうオーディンさんでした。テイク数は1回。ちなみに時間切れになるとゲームオーバーになります。というのは原作での話。スクリマ版ではやり直しになるだけです。優しい。戦闘後に召喚獣オーディンが手に入ります。ラストバトルで使用した魔法のランプの残り回数はクリアデータでも戻らないので、イストリーの滝でリセットし、記載の通り準備をして海底の大開口へ。入り口には見慣れた二人がいるので戦いましょう。この戦いでは事前の仕込みを行います。
まずは、正宗の効果で先制した矢沢が、クルルにヘイストをかけます。クルルはスリプル剣、ファリスはブレイク剣、そしてレナは守りを選択。倒す際の準備として、クルルは2体を眠らせます。カバー&守り戦法で攻撃は防げるので、事前の仕込みである魔法のランプの調整を行います。今回も2回使い、次にオーディンが出るようにしておきます。魔法のランプの調整が終わったら、あとはブレイク剣で攻撃して終了です。テイク数は、1回でした。それでは、大開口を進みます。道中、スイトンの術、炎の指輪、竜の牙、エーテル、フェニックスノー、カイザーナックルを入手。ガーゴイル戦から特に準備することもないので、そのまま石板を調べると、VV3 兄弟が襲ってきます。VV3 兄弟は3体それぞれ別の属性で攻撃し、さらに、兄弟すべてを同一ターンで倒さないと復活してしまう、とても手強いアンデッドの敵です。しかし、3兄弟ともにボスクラブを持っていないので、魔法のランク仕様のオーディンの斬鉄剣で、一掃できます。なお、召喚師による通常の召喚でも倒せますが、最もレベルの高いファリスが金の髪飾りを装備しても MP が足りません。また、魔法のランプで召喚したオーディンは、グングニルではなく、必ず斬鉄剣を使ってくれるという通常の召喚にはないメリットもあります。戦闘後、第三の石板と時空魔法のメテオが手に入ります。次は水中に沈んだウォルスの塔に向かいます。クリスタルルームから1階へ進み、モノマネ死後ごと戦います。午後は攻撃に対して強力な反撃を行い、さらに HP が減り、押し置きモードになると手がつけられなくなる強敵ですが、HP が一定以上で会話終了後から25ターン経過させれば、勝手に自害します。ということで放置しておけば OK です。なお、時短のためにヘイストをかけたいところですが、これに対しても強力な反撃をしてくるので、やめておきましょう。加速。ちなみに午後はこの方法以外に、普通に HP を減らして倒すことも可能です。原作では、ファイアなどダメージゼロの魔法で攻撃して、わざと魔法での反撃を誘い、その反撃を反射することによって、押し置きモードにモード変化させず倒すことが可能でした。ピクリマ版でも、途中まではダメージゼロで反撃を誘発して、反射で HP を削ることは可能ですが、午後の HP がある程度減ると、反撃してこなくなるよう対策されており、反射だけで倒すことができなくなっています。他には、レベルを上げて銭投げでゴリ押しするという戦法も考えられますが、制限時間があるため、英雄の歌では十分にレベルを上げることができません。今回のように成長しないプレイでは、競合で手っ取り早くレベルを上げることもできないため、力ずくで午後を倒そうとするのは、やめておいた方がいいでしょう。さて、ターンが経過すると会話が発生。そして、最後は自身にデジュンをかけて終了です。テイク数は、1回でした。レアドロップであるタイガーマスクを入手しました。戦闘後にアビリティを3つ装備できるモノマネ師のジョブが手に入ります。まあ、全員アビリティを1つも覚えていないので、宝の持ち腐れですが。次は、この後の戦いの準備です。カルナックの街で、サンダラ、イカズチのロッドを21個購入。次にケルブの街で、ブリンク、バイオを購入。最後に新キロウの街で、炎の指輪、巨人の斧を売却し、サンゴの指輪を3個、毒消しを12個購入。これで準備 OK です。次は、イストリーの滝へ向かいます。リバイアさんを倒し、赤い人の無念を晴らしましょう。戦闘が始まったら、正宗で先制した矢沢が、自身から順にヘイストをかけていきます。時魔導士のレナは、敵にスローをかけます。リバイアさんは魔法回避率が高く、スローの成功率は約 17% ですが、かかるまで頑張りましょう。クルルは守り、ファリスはブリンクで全員を分身状態に。ブリンクはナイト役以外の3人を優先します。リバイアさんの 1,2 ターン目の物理攻撃は、ひとまずカバウ守り戦法で対処可能です。ただ、尻尾にはスリップ効果があるので、HP が減ってきたら回復を忘れずに。3ターン目から使い始めるタイダルウェーブに関しても、サンゴの指輪で対策済みなので、もう満タイです。
問題なのは6ターン目に3分の2の確率で使用するアクアブレスであり、以前説明したようにこれは無属性攻撃なので、イージスの盾で回避でもしない限り全滅確定です。敵の行動は10ターンまであり、一巡するのに時間はかかりますが、戦いが長期化するほど不利になります。さて、敵の行動は現在3ターン目、タイダルウェーブを使ってきました。産後の指輪で対策済みですが、HP が回復してしまうので、以降はカバー&守り戦法が使えません。が、ブリンクで分身を貼っておいたので、直ちに影響はありません。矢沢はヘイストを配り終えたら、属性強化用のイカズチのロッドを装備し、ロッド折りで攻撃していきます。雷が弱点なので、威力はこの通り。今回は大丈夫でしたが、ロッド折りはその他の攻撃扱いで、反撃で巻き付きを使われることがあります。巻き付きには麻痺効果があるので、かからないように祈りましょう。状態異常の継続時間は、ヘイスト状態だと半分になるので、仮に麻痺になっても、通常の半分の時間で治ります。ブリンクをよほど怠らなければ、かかっても問題ないはずです。さて、6回目にして、ようやくスローがかかりました。次のターンから、レナもロッド折りに参加します。1本あたり少なくとも約2200ダメージを与えられるので、多くても19本折れば倒せます。だから、カルナックの街でイカズチのロッドを21本買っておいたんですね。さて、とうとう反撃の巻き付きでアリスが麻痺してしまいました。が、先ほども説明したように分身が残っている間は問題ないので、このまま攻撃を続けます。再び加速。ところで、先ほど吸収したタイダルウェーブの威力が弱く感じた方もいるかもしれませんが、弱いのは当然で、リヴァイアさんの魔力が1しかないからです。この時点で産後の指輪の効果を知らなくても倒せるように調整されたのだと思いますが、一撃でやられてしまった赤い人は、よほど弱点だったんでしょうね。と、そんな話をしているうちに倒しました。テイク数は8回。本当は1回目で倒せましたが、戦闘内容の吟味を行ったため、テイク数が増えてしまいました。アイテムドロップは、リフレクトリングです。戦闘後に、召喚獣リヴァイアさんが手に入ります。次は黒チョコボに乗って、北の山へ向かいます。山頂に行くと、バハムートと戦闘になります。バハムートにはストップ耐性がないので、エルメスの靴でヘイスト状態になっているクルルがすぐに愛の歌で動きを止めます。バハムートは音波弱点なので、歌は必中です。矢沢は英雄の歌を歌いましょう。レナとファリスは戦うで攻撃していきます。バハムートはボスクラブ持ちなので1ターン経たないうちにストップが溶けてしまいます。今回はヘイスト状態のクルルが愛の歌を歌い続けて、停止状態を維持します。実はこれでバハムートを完全に停止できているわけではなく、毎ターン少しずつ行動ゲージが増えています。ただバハムートはナメプで最初の2ターンは攻撃してこないこともあり、攻撃される前に撃破できるため問題ありません。ということで、あとはオートバトルで OK です。加速。ところでアリスが装備しているアポロンのハープには種族が竜の敵に8倍ダメージの効果があります。しかし、バハムートはこう見えて、種族が竜ではありません。では、一体どうして、ハープで攻撃しているのかというと、ガバではなく、スクリマ版では、カテゴリー弱点の攻撃に対して、2倍ダメージというものが実装されたからです。アポロンのハープは音波属性、そしてバハムートのカテゴリー弱点は音波なので、2倍ダメージが入ります。クリティカルのように、防御力無視ではありませんが、攻撃も必ず当たるので、成長しない矢沢たちにとっては最適な武器だったわけです。ちなみに、原作では必中効果しかなかったカテゴリー弱点ですが、実装の問題で機能していなかっただけで、2倍ダメージの設定自体は原作の頃から存在していました。当時、間違っただけなのか、調整されたのか、今となっては知る由もありません。なお、アポロンのハープのダメージは魔力に依存するので、今回、魔力プラス10のラミアのティアラを装備しています。すべてを知る者戦で活躍したラミアのティアラには、剣の舞の発動率を上げるだけではなく、こんな使い方もあったんですね。さて、そんな話をしているうちに、竜王戦に勝利しました。テイク数は、1回でした。
対局を終えると召喚獣バハムートが手に入ります。次は次元の狭間のボスを攻略していきます。道具屋で目薬を10個、うちでの小槌を5個購入。まずは次元上の地下牢でセーブポイントを守っているアポカリオプスと戦います。アポカリオプスの攻撃手段は全て青魔法であり、物理攻撃やその他の魔法攻撃は使ってきません。ということで全員でアスピル剣を使い MP を枯渇させます。MP がなくなればアポカリオプスは攻撃不能になるので勝ち確です。今回のように4人全員がリフレクトリングを装備している場合、こちらを戦闘不能にできる青魔法は死の宣告、死のルーレット、火炎放射と HP 減少時のリベンジブラストのみです。このようにアポカリオプスの攻撃は決定打にかけており、ひたすらアスピル剣で MP を削っていけばやられる前に割となんとかなります。ということでさっさと MP を枯渇させましょう。加速。アポカリオプスは自分が覚えていない青魔法で攻撃されるとそれをラーニングし、移行数ターンの間行動パターンがその青魔法を使うパターンに変化します。ラーニングできる青魔法は7種類で、この中には自爆が含まれています。もし自爆をラーニングさせるとアポカリオプスも自爆して戦闘はすぐに終わります。 OK、 MP がなくなりました。これで勝ち確です。この後は毒属性が弱点なのでバイオ剣で攻撃していきます。魔法剣バイオはレベル4の魔法剣であり、弱点を突くと4倍ダメージを与えられます。 FF5 では毒属性が弱点の敵は少ないので貴重な使いどころさんです。あと安全になったので次戦の準備として魔法のランプをカーバンクルマで使い、次にカトブレパスが出るようにしておきます。再び加速。ところで戦闘前に購入した目薬とうちでの小槌はそれぞれフラッシュと小さなメロディーの対策でした。今回は矢沢が小人になっただけだったのであまり活躍の機会がありませんでしたが、回復アイテムがないと時間が無駄にかかるだけなのでちゃんと準備しておくことが大事です。ということで無事撃破。テイク数は1回でした。アイテムドロップはありません。戦闘後にセーブポイントが出現します。次元の狭間から一度戻り、蜃気楼の町へ。サンゴの指輪を4個、天使の指輪、ルーンブレード、ウィザードロッドを売却し、エルメスの靴を3個購入。次元の狭間、ラストフロアでセーブポイントを守っているネクロフォビアと戦います。ネクロフォビアの無敵を解除するため、まずは4体のバリアを倒します。バリアは耐性がバガバなので、矢沢はサイレス剣、アリスはブレイク剣の準備。また、バリアは素早さがとても低いので、エルメスの靴を装備したキャラは、バリアの行動前に2回行動できます。クルルは魔法のランプのカトブレパスで右上を石化させます。OK。バリアは永久リフレク状態であり、上位魔法のデルタアタックで攻撃してきます。バリアは数も多く、そのどの攻撃にも矢沢たちは耐えられないので、早急に倒す必要があります。次のターンで、右下を石化で倒し、左上を沈黙させます。左上は沈黙状態で一時的に無力化できます。しかし、左下への対処は何もできていないので、攻撃されてしまいます。この攻撃は織り込み済みであり、やられたキャラをフェニックス脳で即座に復活させます。次のターンも同じように、石化、沈黙で攻撃します。なお、魔法剣の効果は戦闘不能では消えないので、かけ直しは不要です。最後のバリアを倒す前に、やられたキャラの HP 調整も忘れずに行いましょう。OK。準備が整っていれば最後のバリアを倒します。ここからはネクロフォビアの無敵が解除されダメージを与えることが可能になります。しかしよく喋る敵ですね。会話後にフラッシュを使用。魔法剣士2人は目薬で暗闇を解除します。ここからは物理攻撃も使ってくるのでレナのカバー&守り戦法で対処します。クルルは地形で攻撃、
ラストフロアではかまいたちが発動するので風属性強化のエアナイフに持ち替えておきましょう。敵は全属性が弱点なのでドーピングなしでも約1000ダメージを与えられます。敵の攻撃で唯一脅威なのは4ターン目に使用するデスなので、矢沢は引き続きサイレス剣で攻撃しこれを封じます。ファリスは魔法剣をバイオに切り替えてから攻撃しましょう。加速。ところでネクロフォビアが使う真空波にはスリップの効果があります。戦闘が続くとこのようにレナの HP が減ってくるので、忘れずにポーションで回復しましょう。ちなみにレナにハリケーンが来ても同様に回復が必要です。再び加速。本攻略ではギルガメッシュは次元の狭間に来ていないので登場しません。最後は謎の断末魔を叫び消えていきます。テイク数は7回でした。理由は最初のカトブレパスが当たらなかったり戦闘の吟味であったりと様々です。なお、この戦闘ではギルガメッシュイベントの兼ね合いか戦闘後のリザルト画面が表示されません。倒すとラストフロアのセーブポイントが解放されます。次は神竜と戦います。なぜこの中にいるのかは永遠の謎です。神竜は素早さが非常に高く超スピードで行動します。しかしエルメスの靴を装備していれば初撃のタイダルウェーブの前に行動可能です。神竜はバーサス耐性がないので強戦士にした後カバン&守り戦法で貫通です。攻撃は種族が竜の敵に対して8倍ダメージの効果があるアポロンのハープが有効です。そのダメージは軽く2000を超えます。さて、意外とこれが成功法だったりもするわけで、特に説明することもないので加速。やっぱり、スクエアの竜はダメだな。ということで、難なく撃破。テイク数は、1回でした。倒した証明書が発行されます。撃破後に最強の騎士剣ラグナロクが手に入ります。最後は FF5 最強の敵、オメガです。行動スピードが速いオメガですが、先ほどと同じくエルメスの靴があれば先に行動できます。ファリスは弱点のサンダラ剣、レナと矢沢は愛の歌、クルルは英雄の歌を歌います。オメガにはストック耐性がなく、さらに音波属性が弱点なので愛の歌は必中です。ただ、こいつはボスクラブを持っていて、さらに行動スピードも速いので、バハムートのように撃破まで一人で停止状態を維持することは不可能です。そのため、矢沢とレナは半周期タイミングをずらして愛の歌を歌います。これで、オメガが動く隙を与えないようにします。なお、オートバトルで戦うため、矢沢とレナの素早さと装備重量はあらかじめ合わせてあります。今更ながら、各キャラの能力値は同じレベルでも少し違っており、素早さだと、レナの方が矢沢よりプラス1補正されています。以前説明したように、行動ゲージの上昇スピードは素早さと重さで変化するので、上昇タイミングがずれてはいけない場合には、この両方を合わせる必要があります。今回はエルメスの靴以外は全て外し、矢沢にアサシンダガーを装備させれば、二人の素早さと重さは同じになり、安心してオートバトルにすることができます。ところで、ファリスはサンダガ剣ではなく、サンダラ剣を使っていますが、これは、買うのを忘れていた、わけではなく、サンダガ剣の消費 MP は15で、ファリスの MP は14しかなく、魔法剣士は金の髪飾りも装備できないため、買っても使うことができなかったからです。まあ、サンダラでも弱点をつけば3倍ダメージの効果があり、ダメージも英雄の歌で大きくなるので、さほど問題はありません。加速。ちなみに、オメガの物理回避率は実は 95% もあり、普通の攻撃はほぼ当たりません。今ファリスの攻撃が当たっているのは、ストック中は物理回避率が 0% になるという効果があるからです。この効果がなければ、戦闘時間がとんでもなく長くなるところでした。ということで、最後も難なく撃破。テイク数は、1回でした。倒した証明書が発行されます。皆さんご存知の通り、このオメガの勲章と竜の紋章を揃えると、海底のモアイ像の中に入れるようになります。というのは、有名なワザップ情報です。
ちなみに、当時誠しやかに囁かれていたこの噂を反映してか。ゲームボーイアドバンス版や旧スマホ版では、本当にモアイ像から追加ダンジョンへ行けるようになりました。が、ピクリマ版にはそんなもの存在しないので、おまけパートはもはやこれまでです。仕様なので、仕様がないですね。次は、同じレギュレーションで、まるで成長しない FF6 に挑戦します。お楽しみに。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。